日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は一番いい勉強方法について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は一番いい勉強方法について話したいと思います。一番いい勉強方法ね。皆さんは日本語を勉強していますね。いろいろな方法で勉強していますね。例えばフラッシュカードとか、例えば、テキストブックを使って、教科書を使ってとか、例えば日本語コンテッペイみたいなポッドキャストを聞いたり。一番いい勉強方法というのは、僕にとってはね、僕にとってはリスニング、ポッドキャストをたくさん聞くことでした。ね、僕はスペイン語を勉強しました。そして英語も勉強しました。そしていつもポッドキャストを聞きました。今でも英語やスペイン語のポッドキャストをたくさん聞きます。毎日聞きます。リスニングができれば少しずつスピーキングもできるようになります。でもリスニングができないと何もできないですよね。人が話していることを分かる、ね、理解することができる、それが一番大事ですね。なので一番大事なスキルはリスニングだと僕は思います。だけど一番いい勉強方法は人によってもしかすると違うかもしれないですね。人によって違う。例えば漫画が大好きな人は漫画を読むことがいいと思うし、アニメが大好きな人はアニメを見るのがいいと思います。でも例えばアニメがあまり好きじゃない、アニメに興味がない人はアニメを見る必要はないです。アニメを見なくてもいいです。好きなこと、好きなことをたくさんする、それが一番いいと思います。僕はポッドキャストが好きです。だからポッドキャストをたくさん聞きます。でもね、フラッシュカードはね、僕はあんまり良くないと思いますね。なぜかというと覚えられないですよ、フラッシュカードは。僕はねフラッシュカード使ったことがないです。僕は使ったことがない。そして僕はディクショナリーですね、辞書ですね、辞書も使ったことがないです。僕は辞書やフラッシュカードはあまり好きじゃない。僕は大嫌い、ね、なので僕はたくさんたくさんたくさんリスニングをしました。でたくさんたくさんたくさんリスニングをすれば、分かるようになります。本当になります。だからこれが日本語コンテッペイメソッドですね。もっともっと皆さんたくさん聞いてくださいね。これが僕が思う一番いい勉強方法です。たくさん聞く、ね、それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。